はいどうも、GOGOTV の GO です。今回紹介する商品はこちら。はい、こちらの、またまた、ガシャポンのカプセルなんですけど、まあこちら、3つ開けていきたいと思います。とりあえずこちらからうっすら見えてますけど、仮面ライダーエグゼイドの、ビッグサイズの、なりきりウェポン01ってことで、まあ、ちょっとこちらをあの3つ回してきたんで、まあ、こちらを開封して、まあ、遊んでいきたいと思います。まあ、では、まず開けてみて、ラインナップを見ていきましょう。早速、ラインナップを見ていきましょう。全5種類。はい。1つ目が、ガシャコンブレーカーブレードモード。2つ目が、ガシャコンブレーカーハンマーモード。3つ目が、ガシャコンソード炎モード。4つ目が、ガシャコンソード氷モード。5個目が、ガシャコンバグバイザーってことで、まあ、これ、前回の放送に出てきましたけど、なんか、前作の、仮面ライダーネクロムの変身アイテムのメガウルオーダーみたいな感じで、なんか腕輪っぽいような感じの変身アイテムで、まあこちらもおそらくまた発売しそうな感じもするんで、まあ出たら買い、なんかすごい欲しいなと思う一品でしたね。はい、というような感じで、まあ一応今回の狙いは、まあ、このガシャゴンバグバイザーがなんかちょっと欲しいかなと思ったのと、まあこちらの変身動画とかで使いたいなと思ったんで、ガシャゴンブレーカーが出てくれたら嬉しいかなと思います。まあどれが出てくれてもいいんですけどね。はい、では、まあ、早速開封していきましょう。はい、じゃあ一つ目こちらからいきましょう。ではもうパカッといきますよ。何かな全く分からんですね、これ後ろなんで。お、これはなんか青いのが見えたんで、ああ、あれですね、ガシャコンソードの氷モードですね。はい、ではこちらまた後で膨らましていきたいんで、とりあえずじゃんじゃん開けていきましょう。では二つ目いきましょう。二つ目はこちら。お、なんかエグゼイドカラーが見えてるんで、どっちかですねこれ。ガシャコン、どっちかな。ガシャコンブレイカーハンマーモード。すごいシュワシュワですねこれ。はい。まあこちらもまた後で膨らまします。では最後三つ目いきたいと思います。さあ何が出る。さあ、もうなんとなく色が出てますよね。色出てますよ、これ。はい。ガシャコンブレイカーの、あれですね、ブレードモードですね。これすごいでもでかいですね。はい、というような感じになっていますね。はい、では、早速膨らましていきましょう。はい、では、膨らませ終わったんで、ちょっと一つずつ見ていきたいと思います。じゃまず、ガシャコンブレイカーのブレードモードからいきましょう。まあ、大きさ的にはこれぐらいっすね。ジャッキーンこんな感じです。まあで裏面には注意書きが書いてありますんで、まあ対象年齢が3歳以上なんで、まあお子さんと遊ぶときはまあこちらに保護者の方へ必ずお読みくださいって書いてあるんで、まあこちらをしっかり読んでお子さんと遊んでください。こんな感じですね。ガシャコンブレーカーブレードモード、結構、でかいですし、なんか、これ多分遊んでても結構楽しいと思います。はい。というような感じですね。では、次。ガシャコンブレーカーハンマーモード。これ。まあ、大きさはこれぐらいですね。で、まあ、こちらも、裏面に一応注意書きが書いてありますんで、まあ、しっかり読んでください。で、ちゃんと裏面も、ここにガシャットが刺すところまでちゃんと再現されてますんで、ちゃんとこうやって裏面までしっかり色付けされてるんで、結構いいんじゃないかなと思います。なんか、僕らちょうど世代的に、修学旅行とか行った時に、なんかこれの昔、もうちょい大きいやつで、なんか中に筒入ってて、なんか修学旅行のバスの中で、みんなでこれをこう頭にでポン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 叩いて、なんか遊んでたような、そういう思い出がある一品ですね。まあ、もうちょっと大きかったです。んで、中には鈴が入ってたんで、なんかじゃらじゃらなりながら、みんなで頭叩き合いをしてたような覚えがあります。多分同世代の方ならわかると思います。はい。では、すいませんね。ちょっと今、中腰で喋ってるんで結構しんどいです。では次、最後は、ガシャコンソードの氷モードですね。こちらもちゃんと色付けされてますし、ちゃんとボタンもありますよ。こう AB。押せます。で、こちらもまあ裏面にちゃんと注意書きがされてますね。はい。こんな感じですね。まあ、こちらも、ちゃんと遊べますよ。なんで、それこそ
こちらの2つを使ってなんかこういう感じで遊ぶこともできると思いますんで、まあやっぱりこういうのはちっちゃいお子さんとかこういうことなんかチャンバラごっこ的なことをやると結構楽しんでくれると思うんで、まあこちら使って親子で遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ1個200円で運が良ければまあこちら400円で2つ手に入れることができるんで、結構便利なアイテムなんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はビッグサイズなりきりウェポン01のこちらですね、仮面ライダーブレイブの武器のガシャコンソード氷モードと仮面ライダーエグゼードの武器のガシャコンブレイカーハンマーモードとガシャコンブレイカーブレードモード、まあ3つの紹介をしましたが、まあちょっとすみませんね、画面に入りきってないんですけど、これ1個200円でまあこのクオリティででまあサイズ感も結構いい感じのサイズ感で、まあ大きさもあるんで、まあ本当親子でチャンバラごっことかする際、まあ裏の注意書きだけしっかり注意していただいて、まあチャンバラごっこなんかで遊ぶこともできますし、まあ部屋に飾っとくだけでもまあ結構こういう感じで AB ボタンとかちゃんと細かいところまで色付けされてるんで、まあ結構いい商品じゃないかなと思います。でまあ僕自体も今回こういうビッグサイズなりきりウェポンで、まあ仮面ライダーゴーストの時もあったんですけど、まあゴーストの時はちょっと買わなかったんですけど、まあ今回ちょっと初めての試みで買ってみたんですけど、まあ結構いい商品だと思うんで、まあこれからもちょっと気に入ったものがあればまあ購入していきたいなと思いましたし、ちょっと今回残念ながらガシャコンソードの炎モードとガシャコンバグバイザー、バグバイザー欲しいですねこれなんかかっこいい、はい、まあその2つがちょっと出なかったんで、またちょっと見つけてまあ気分が乗ればちょっとコンプリートしたいなと思ったんで、まあまたそういう動画撮ったらよろしくお願いいたします。はい、では今回はこちらの仮面ライダーエグゼードビッグサイズなりきりウェポン01の紹介をいたしました。では、ご視聴ありがとうございました。